こんにちは、 ABS プロスタッフの徳江和也です。今回はコロンビア社最新作ウィケットエンカウンターのレポートをお送りいたします。第一印象のカバーストックの違いだけで全く異なったパフォーマンスを見出されたボール、私たちは前回発売されたバイオレントイラプションと初代イラプションとのリアクション特性の違いを明確に感じることができました。このウィケットエンカウンターにも同等のことが言え、エンカウンターシリーズに新たな性能が加わりました。先に発売されたエンカウンターとダークエンカウンター双方に見られた共通点は、スキッドの長さは違えどミッドエリアから演出される曲がり始めの安定感と読みやすいピンヒットまでの軌道でした。今回のこのウィケットエンカウンターはキャッチと角が出るリアクションを兼ね備えた、今までのエンカウンターとは全く違ったカテゴリーに分類できるボールとして生まれ変わりました。イメージとしてはミッドエリアまでのオイルの使い方はダークエンカウンターに似ていますが、ブレイクポイントからの向きの変わり方が鋭いため、私はダークエンカウンターよりも中目からラインを取ることができます。またポケットに対しての入射角も取りやすいので、ピンが倒れやすいようにも感じました。今回採用されたカバーストックは初であるエラスティン 8.0、 数値的にはダークエンカウンターを上回りますが、手前の熱いオイルに負けない持続的なキャッチとスキットを程よく邪魔しない食いついき感との共存は、バックエンドで角が出るリアクションを演出できるだけのパワーを残せるバランスの取れたオイリー系カバーの中では最高峰の仕上がりと言っても過言ではないほど、コア、カバー、表面加工まで綿密に考えられた上仕上げられていることが伺えます。オイリーなコンディションで先での動きを重視した性能を探している方には、このウィケットエンカウンターはぜひ使用していただき、キャッチと先での動きのバランスを感じていただければと思います。現在はコアを変えずにカバーだけでリアクション特性そのものを変えてしまえるぐらい
ケミカルチューンナップが進んでいます。エンカウンターの良さを生かしながら先での動きを強化させたこのウィーケッドエンカウンター、ぜひお試しください。